はい、こんにちは。今回やっていく有名人の髪型は、EXILE の TAKAHIRO さんです。このリクエストは去年からあったんですけど、なかなかやる機会がなかったのでね、今回この有名人の髪型にしてみるシリーズというのを作ったので、ぜひやっていきたいと思います。まず、このドライヤー作業からなんですけど、今回やっていく TAKAHIRO さんの髪型、自分の中で TAKAHIRO さんっていうと、ちょっと前髪を上げてるイメージが、強かったので、今回その前髪を上げている TAKAHIRO さんの髪型をやっていきたいと思います。ので、ドライヤーの時もね、こうちょっと前髪を上げることを意識して乾かしていきたいと思います。はい、ドライヤー作業はこんな感じで終了です。次はワックス作業なんですけど、今回使っていくワックスはこちらです。クールグリース G。 では早速ね、これ中身を開けていきたいと思うんですけど、中身はこんな感じになってて、グリースなんですよね。ほら、すごい硬いんですけど、なんていうのかな、オールバックとかやるときによく使うやつですね。あとはなんかツヤを出したいときとか、そういうときに使うワックスですね。で、はい、こんな感じですね。まあ分量はいつもと同じ人差し指のこの第一関節ぐらいですね。はい、じゃこれを伸ばしてって指の間まで、ね、全体的に広げたらこんな感じで、ワックスとちょっと違ってですね、指の間にこう髪を通していく感じですよね。こう通していく感じでやっていきます。ではもみあげを耳にかけるかかけないかは、まあ、お任せでって感じですね。気分によって変えればいいと思います。はい、で前襟足をこそと跳ねですね。はい、で本当だったらここはアイロン使ってちょっとね内巻きにした方がいいんですけど、まあ今回ちょっとアイロンをね使わないでやってみようかなと思ったんで、はい、そんな感じで、であとはですね、この前髪の部分、持ち上げた部分をこうかき上げて流す感じですね。はい、で、この立てるところですね、トップの立てるところは、まあ指でこう手でねクロスさせる感じで、まあなんかモヒカンっぽく最初は作っていいと思います。でこう崩していく感じですね。一回ワックス付けをしてから崩していくっていうね、そういう感じでやっていけばいいと思います。あんまりそんなにね立てなくていいと思います。あんまり立てちゃうとこの他の押さえてるとことのこのボリュームの差が出ちゃって、なんか不自然になってしまうんでね。でまあこの、後ろもね髪を流していく感じで、こんな感じでまあ大まかな形ができたら、まあクールグリースはこれで終わりと。でここ使うスプレーなんですけど、ちょっとキープ力が高いやつの方がいいですね。 VO5 を今回は使っていきたいと思います。はい、がっつり前髪なんでやっぱ垂れてくるとね、ここが垂れちゃうとねダサくなっちゃうと思うんで、はい、ここだけはしっかりがっつり立てる感じで。はい、ということで、EXILE の TAKAHIRO さんの髪型が完成しました。こんな感じですね。まあ、横から見ると、やっぱこの前髪がね、ちょっと長い分、高さが出ちゃってるんですけど、もうちょっと短いとね、こう、もうちょっと高さが、こんぐらいがベストですよね。はい、もうちょっとね、やっぱ前髪が短い人がやると、多分綺麗に見えると思うんですけど、この横から見た感じだとね、結構 TAKAHIRO さんっぽくなってるというか、TAKAHIRO さんの髪型を再現できてると。思いますね。しかもこれはアイロンを今回使ってないんですよね。ドライヤーでほとんど形作ってるんで、本当にね短時間でできる髪型だと思います。リクエストを、ね、くれた方々のご希望に添えたかは分かりませんが、まあ、今回は
高弘さんの髪型を作ってみるという動画でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。前髪ちょっと長いですね。もうちょっと短い方が良かったかもしれないですね。まあね、一応やり方だけはこれでこういう感じでやるんだよっていう感じでね、ちょっと何言ってるか分かんないですけど、とりあえずやり方をレクチャーしてるだけなんでね、あんまり長さは気にしないでくださいっていうことですね。はい。